皆さんは聖書をどんな本だと思いますか聖書についてキリストは次のように言われました「あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているがこの聖書は私について証しをするものである」。例えば家を借りる時などに「 不動産会社を利用する方がほとんどだと思いますがきっと誰もが安くて良い物件を取り扱い契約内容が厳しくない不動産会社を選びたがるのではないでしょうか数ある不動産会社の中から良心的な会社を探すのもなかなか大変なことですがその会社の契約内容を見るときに借り主側にとって 良い不動産会社かどうかわかると思います。不動産会社によっては、契約更新年数に満たないで退去する場合に、高額な違約金を取るところがあったり、敷金や礼金のあるなしや、退去時の室内清掃費用などもまちまちです。そして、非常に人気のある物件を取り扱う不動産会社などは、 いくらでも借り手がいるために高額な家賃設定や不動産会社に有利な契約内容を設定することも一部あるのではないでしょうか。この物件を借りたがるお客さんはいくらでもいるのですよ。この契約条件が嫌ならば他を当たってください。とも言わんばかりの接客態度の不動産会社も実際あります。このように 立場が強い不動産会社が立場の弱い借り主に対して厳しい契約内容を提示してきた場合、それでも借りたい人はその契約内容を承諾して借りなければなりません。逆を言えば、この契約書の内容を見れば、契約相手のモラル、品性を知ることができるわけです。 相手がどんなに弱い立場であってもその立場に立って寛容な契約を結ぶ業者がいればとても信頼の受ける良心的な会社であると見ることができますね。実は聖書は神と人間が契約を結ぶための契約書として見ることができます。創世記から黙示録まで この聖書を神との契約書として熟読すればするほど私たち人間がどんなに弱くまた愚かな立場であっても神が決してその弱さを責めたりせずとことん同じ目線まで下られて私たちにとって有利な取引を持ちかけてくださるお方であることがわかります言い換えれば 聖書の契約書を読めば読むほど、この憐れみ深い神の完全な品性を知ることができるのです。そういう意味において、聖書はキリストの愛の品性について一貫して教えているために、キリストは聖書について、この聖書は私について証しをするものである、と言われたわけですね。 皆さんはこのような契約書としての視点で今まで聖書を読んだことがあるでしょうか実際に聖書を契約書として読むためには実際の賃貸契約書と聖書を比較しながら見ていきましょうまず最初に賃貸契約書には必ず契約者の名と立場が記されています 通常は双方の立場と名称をこう、おつとして契約書は作成されています。ここで重要なのは誰がどの立場であるかということです。神の契約書において誰がどの立場であるか。私はあなたの神、主であってあなたをエジプトの地、 奴隷の家から導き出したものである次に契約内容についての記述があります賃貸契約などではどこどこの物件に家賃いくらで住めるという内容が記されています聖書の契約内容は罪を悔い改めて許しを求める人間に許しを与えさらに その後、その人が罪を意味嫌い、イエスの品性を目指して罪に抵抗するならば、その罪に勝利する力までお与えくださることが約束されています。神の契約書における概要。こうして、イスラエル人は全て救われるであろう。すなわち、次のように書いてある。救う者がシオンから来て、 ヤコブから不信心を追い払うであろう。そして、これが彼らの罪を除き去る時に、彼らに対して立てる私の契約である。そしてついには、神と共に天国に住める、天国の住民となる、という契約内容が記されているのです。神の契約書における概要。 私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らの永遠の契約となる。私は彼らを祝福し、彼らを増やし、我が聖女を永遠に彼らの中に置く。我が住みは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは我が民となる。 そして一番重要なのですが、賃貸契約書には、その契約を維持するための条件が記してあります。毎月何日までに家賃を支払わなければならない、などです。聖書においては、神と契約を結び続けるための契約条件は、神の声に聞き従うこと、すなわち神の立法 法を守るとといいうことが求められています神の契約書における契約条件。それでもしあなた方が誠に私の声に聞き従い私の契約を守るならばあなた方は全ての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。 ここで通常、契約相手側があらかじめ定めた契約条件を満たすための細かい規定を約款と言いますが、その意味は、契約者本人が自分で契約条項を確認して契約するかどうかを判断するものになります。賃貸物件で言えば、家賃の金額の提示や物件の所在地、名称、 契約により知り得た個人情報の保護についてや、契約の更新期間などについての記載になります。あるアメリカの保険会社の調査によりますと、この約貫は99%の人は面倒くさがって読まないとのことです。しかし、常識的に相手との契約関係を継続したい人であれば、約貫の内容は通常、ごく自然に守れるのです。 つまり、常識的に生活し、家賃を毎月支払っていれば、普通に賃貸物件に住む権利を有するということです。聖書にも約款があります。それは、戒め、定め、起きてです。これらは、聖書の中では、立法の書という言葉で表現されています。創世紀。 出エジプト記、レビキ民数記、神明記などの申せ御書がそれにあたります。しかしここからが通常の私たちの契約とは異なります。なぜならば先ほど一般の契約書にある約款は常識的な人ならばごく自然に守れると言いましたが聖書の契約書の約款である立法の契約書 立法においては人間はそれを守ることができないのです。なぜならば神の立法は単に外面的に守れていたらよいというものではなくその内面的な動機にまで求められるからです。神の契約書において内面的な動機に及ぶ約款。しかし私はあなた方に言う 誰でも、情欲を抱いて女を見る者は、心の中ですでに勧因をしたのである。たとえ勧因という行為に及ばなくても、心の中で想像しただけであっても、神はそれを罪とみなされるというのです。神様が私たちに求めておられることは、とても次元の高いものだということがわかります。それゆえ、 私たちの生まれつきの性質のままでは、神様の立法の要求を満たせないのです。私の死体には別の立法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の立法の中に私を虜にしているのを見る。 このことを聞いて、そんなに高い次元で立法を守ることを要求されるのなら、とても自分には守れそうもないので、神様との契約を結ぶことはできないと思う方がほとんどかもしれません。しかし、そういう人々に対して、神様は聖書の中に素晴らしい希望と約束の言葉をお与えくださっているのです。 実は神様と人間との間の契約を継続させるためになされたある重大な働きがあるのです。私たち罪人が罪を選んで神の立法を犯したとき、残念ながら神との契約関係は契約破棄となってしまいます。しかし、イエス・キリストが 私たちの罪の身代わりとなって罰を受けてくださったその十字架の功績を信じ犯した罪を真心から悔い改めるならばありがたいことに神との契約関係はもう一度結び直すことができるのですもし私たちが自分の罪を告白するならば 神は真実で正しい方であるからその罪を許しすべての不義から私たちを清めてくださるこのように罪人の弱さに徹底的に付き合ってくださる憐れみ深い天の神様と私たちは契約を結ぶことができるのです皆さんこれは何と驚くべき特権ではないでしょうか今 聖書の契約書について大まかに触れたにすぎませんが、その中でも神様がどれほどあれみ深く恵み深いお方であられるかが垣間見えたかと思います。さらに聖書の契約書の中には最高の約束があります。しかし、多くの者が約款をめんどくさがって読まないのと同じく、 多くのクリスチャンが聖書をつまらない退屈な本だとして読まないためにこの最高の約束について知らないのです。私たち罪人は生まれつき神の契約を破棄してしまうという性質を持っていますがその問題に対しての完全解決の約束が聖書の中に一貫して投げかけられています。 しかし、それらの日の後に、私がイスラエルの家に建てる契約はこれである。すなわち私は、私の立法を彼らの内に置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。 ここのの契約の意味するところは何でしょうかそれは神の求めておられる最高のレベルで立法を全うすることができるように私たちには精霊という最高の助けが与えられるということなのですつまり人の力で成し得ないことを精霊の力によって成し遂げることができるというのです 今まで罪の奴隷となって苦しんでいた人間が神の霊である精霊の感化力によってその思いや願いが清められ最終的には神の立法を全うできるようになれるというのです神様がこうせよと仰せられたことは無理難題を私たちに押し付けていることではなく 助け主精霊をお与えくださることによって実行可能にしてくださるという最高の契約なのです。実は聖書というのはこのような素晴らしい契約書そのものなのです。これは人間によって考え出されて人間に有利な条件で都合よく書かれたものではなく 神の霊感を受けて、その思想を与えられた預言者約40人が、時代や職業を超えて、全くぶれない、一貫した神の約束として書き残し、まとめたものになります。だからこそ、聖書を正しく熟読する者の人生は希望に満ち溢れているのです。聖書は全て 神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。このように、聖書は神が罪人に対してどれほど歩み寄ってくださっておられるか、その神の愛と憐れみの掲示になります。聖書を読めば読むほど、 この神の愛が私たちに迫ってくるのです。さらに、一般の賃貸契約書の約款には、分かりやすい実例による説明も含まれています。例えば、台風被害による玄関ドアの破損は、お客様負担になります。とか、排水管が詰まったらお客様負担になります。などです。 聖書の契約書の約款にも分かりやすい実例が含まれています。それがイスラエルの民の失敗の歴史になります。盲瀬御所の約款を完全無視したイスラエル民族の歴史は世界史を見ても分かる通り、バビロン帝国に一度滅ぼされ、さらに復興した後、再びローマ帝国にも滅ぼされてしまいました。 この実例によると、神との契約を故意に破棄した状態を長く続けた結果は、その身の刈り取りとして、自分たちの運命にその責任が問われたのでした。そうした実例に陥れないように、警告を発し続けたのが、聖書の預言者たちの預言書になります。この部分は実に警告に満ちていて、 読んでいると心にぐさぐさと刺さる言葉がたくさんあります。しかし神は警告の先にある許しと回復の約束もまたこれらの預言者たちに託されています。苦難の中で神に立ち返る人には必ず許しと回復が与えられ神との本当の出会いを経験するのです。 あなた方は私を尋ね求めて私に会う。もしあなた方が一心に私を尋ね求めるならば、私はあなた方に会うと主は言われる。私はあなた方の繁栄を回復し、あなた方を万国から、すべて私があなた方を追いやったところから集め、かつ、私があなた方を 囚われ離れさせたその元のところにあなた方を導き帰ろうと主は言われる聖書の歴史的予言は今までも確実に的中してきましたそれは世界史の勉強をしたらわかります北イスラエル南ユダ王国それぞれアッシリア帝国 また、シン・バビロニアに滅ぼされました。アッシリアはシン・バビロニアに滅ぼされ、また、シン・バビロニアの次にはメドペルシャが起こり、そしてメドペルシャの次にはギリシャ、ギリシャの次にはローマ帝国が起こりました。これは、聖書の予言の中に先に記されており、それをそのまま 世界史で私たちは確認することができます。そしてこれらの実例を学んだ者は自分たちの将来においても確実に聖書の予言が成就していくと捉えなければなりません。聖書の予言の中にはダニエル書やヨハネの黙示録のようにこれから世界がどのようになっていくかを 象徴的に示してあります。秘密結社による暗躍。世界を10グループに分けて管理する新世界秩序の構想。そして、最終的には安息日を守るクリスチャンに対する世界規模での迫害など、先行きは暗く見えますが、神は確実に勝利を約束しておられます。 あなたの見た十の角は十人の王のことであって、彼らはまだ国を受けていないが、獣と共に一時だけ王としての権威を受ける。彼らは心を一つにしている。そして自分たちの力と権威とを獣に与える。彼らは子羊に戦いを挑んでくるが、子羊は主の主 王の王であるから彼らに打ち勝つ。また子羊と共にいる召された選ばれた忠実な者たちも勝利を得る。この予言を見ると世界が10グループに分けられることが書いてあります。10人の王ひとときだけ王と人の権威を受ける。 心を一つにしている。これは世界が十グループに分けられて、それぞれ十人の王によって支配される。しかし、彼らは心を一つにしていて、新世界秩序がこの世界を一つにまとめて、そして構築されるという予言になります。 しかし彼らは、子羊に戦いを挑んでくると書いてあります。この子羊とは誰でしょうかそれは、イエス・キリストになります。しかしイエス・キリストは、主の主王の王であるから、この世界的な新世界秩序の戦いに関して、彼らに打ち勝つ。さらに、 忠実な者たちも勝利を得るという希望の約束がここに書いてあるのです。このように神はご自分と契約を結ぶ者がその契約書を深く理解することを望んでおられます。なぜならばこの聖書を読めば読むほど神のご品性を正しく把握しサタンが広めている 神に対する厳しいイメージは払拭されるからです。本来そこには、ただ、罪人を哀れみ、ご自分の命を投げ出された救いの神のお姿しか見ることができないからです。私は特に、旧約聖書を学べば学ぶほど、この愛の神に対する確信が強まるのを感じました。 なぜならば、幾度となく神との契約を破棄し続けたイスラエルが、悔い改めて神に立ち返った時には、神は何度も彼らを許し、そして何度も繁栄を回復してくださったからです。あなたは彼らに言え、主なる神は言われる。私は生きている。私は悪人の死を喜ばない。 むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ。あなた方は心を翻せ。心を翻してその悪しき道を離れよ。イスラエルの家よ。あなたはどうして死んでおかろうか。これが神の契約の全容になります。すなわち罪に陥ってどうしようもない私たち罪人を。 イエス・キリストの十字架の功績によって許し、さらに新しい人として作り変えてくださるという罪の奴隷からの解放の契約なのです。そして、かつては罪の奴隷であった私たちが最終的には神の子供として天国に受け入れられるという希望に満ちた契約になります。褒むべきかな 私たちの主イエス・キリストの父なる神。神は、その豊かな憐れみにより、イエス・キリストを死人の中からよみがえらせ、それにより、私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせ、あなた方のために天に蓄えてある、口ずず、穢れず、しぼむことのない資産を受け継ぐものとしてくださったのである。 聖書は、この素晴らしい契約者であられる神様の完全な愛の御品性を証しする書物になります。皆さんは、この本をもう一度そのような視点で読んでみたいと思いませんかそして、今まで頭で理解していた神の姿ではなく、今 あなたと再契約を結んでくださる神として、個人的にこの神と出会う体験によって、神の愛を知る特権に預かりたいと思いませんかそれは、あなたを全く新しい人として清めて作り変える精霊の力を経験できるチャンスなのです。そしてそれは、 再臨まで待つべきではなく、大祭司イエス・キリストが死聖女におられる今、本気で求める必要があるのです。神の裁きは非常に近いのです。皆さん、ぜひ聖書を神から与えられた素晴らしい契約書として読んでみてください。そして、 イエス・キリストの十字架の功績によって、その神との契約を維持し続けるクリスチャンライフを共に歩んでいきましょう。それでは一言お祈りさせていただきます。愛する御在天のお父様、今日は皆様と共に聖書をあなた様との契約書として読む。 ということを学びました。私たちは罪深く、また弱いものでありますけれども、こんな私たちを憐れんでくださり、私たちにとって本当にありがたい内容で、あなた様は契約書を私たちに提示してくださいました。この契約書を読めば読むほど、私たちはあなた様がどれほど恵み深く、また憐れみ深い、 愛のお方であられるかということを知ることができます。どうぞ聖書をそのような視点で読むことによって、あなた様の愛を体験し、そして、また私たちが悔い改める中で、あなた様と再契約をこれからも結び続けることができますように、今、イエス・キリストの十字架の功績により頼み、そして私たちと再契約を 結んでくださるようにお願いいたしますこれらの祈りを感謝して救い主イエスキリストのお名前を通してお捧げいたしますアーメン